高藤静雄作、布田康之助銅像布田おもんみあきら、または、布田康之助明治6年4月3日は、熊本県上間式郡の矢部手長の総称屋で、事業家。特に荒地の白糸大地を考えした通順京を建設した。後に神社に祀られた。共和元年11月26日、日後国矢部に誕生。家柄で23歳児に、 や部手長の総称屋条約に就任。30歳時に開婚という功績のために、金子を受領。32歳に総称屋に就任。34歳時には、全国的な天保の大基金に際し、自分の領域では、基金がなく、褒美を受けた。52歳の時に、通順教の建設に着手。54歳時に完成。61歳まで、総称屋。 明治元年に、両主の細川氏から商用を与えられる。総商屋を知りいた晩年、布田康之助は、白糸戸大地の西南端にある、鶴という山間部にあっても標高が低く比較的、温暖な地区に住んで余生を過ごした。名も、島一位と改名している。ここからたびたび、や部手長の会所があった、浜町まで、遠く険しい道のりを歩いて通っていたという。 隠居後には、周りの世話をする次女や、側近数名を伴い巡回していたと伝えられているが、地元に残る歴史書には、次女は、布田の愛人であったという話がある。布田は、死後、過剰に美化され、神格化されてきたので、このような話は、公式な記録集には書かれていない。1873年4月3日死亡。墓地は、 大正時代に子孫が住む熊本市内の万日、山墓地に混流された。島一位と解明しているように、本人の希望は、個人の売名や権威、ー、格化、蓄財などではなく、指針を捨て、やべて長住民の協調と幸せを願うものであった。自らが手がけた笹原瓦と通りうる用水の間や他の井出との水利権をめぐる裁判係争、開拓事業との間で、 水争いが死後に起きたこと、本人だけが神社に祀られ教科書などで神格化されたことは、指針を捨て、多くの人々と協力し合いながら、地域に大きな業績を残した本人の意思に反することであったと考えられる。1916年、地獄を追造された。1952年、熊本県近代功労者となった。通順教通順教は、 江戸時代の嘉永7年に、阿蘇の外林山の南側熊本県上間式群、山都町の五郎が、滝川の谷に架けられた石組みによる用水の水路橋。形式はアーチ橋となっており、橋の上部には3本の石管が通っている。肥後の石膏の技術レベルの高さを証明する、歴史的農業土木構造物であり、国の重要文化財に指定されている。最近の文献によると、 通順共の成功は彼一人の功績ではなく、多くの人の協力があった。一つは、彼の生涯の仕事の総決算としてなされ、今までの業績で絶大な信用があったこと。彼の立場では、藩の予算の会議には出席できず、上役の軍隊アガツマハイエモンのとその上役の、大部業、間の源之助の絶大な助力があったこと。 近代的な工事費の変換システムがあったこと、技術的に石技術集団に九州各地の石橋の見学に行かせたり、藩主も門外不出の熊本城の石組を見学させたことなどがある。基本的には藩から金を借りることと地元負担の日種があり、藩のお金の出し方は常に悪いので、やべて長の会所は手持ちで3倍の金を用意した。やべて長の会所は、 上役の示唆で神殿を作る方法と同じ方法を、藩に認めさせた。やべて長の会所は7年前から金子を貯めていたが、現代的な変換システムがなければ、不可能であるし、これらは総称やや、やべて長会所だけでは、不可能で、上位役所、上役の協力がないとできない。会伝の予定を42兆とし、実際に開いたのは73兆であったのも、 自由に使える金を増やしたことになる。米相場で9000秒ほどの米を備蓄したし、まだ借金の返還に通常は、税に100問目に4章2号が普通であるが、この場合は3章1号と優遇されている。これらは、上役の努力がないとできない。慶応3年の工事報告書によると総費用は711巻と、ある。これは大雑把に言って、藩主。 細川茂方が最初に参勤交代した時の大阪までの費用の800巻と同等である。一両が10万円とすると711巻は14億7000万ということになる。日後藩内では加藤清正以来土木事業が盛んであるが藩の財政悪化があり、細川茂方が法歴の改革をして地方が一定の権限と財源が与えられた。 水準橋のみならず、多くの橋、用水路、新田開発を行っている。江戸の公共事業のシステムについては、三つの要素があった。班長のいろんな部局に手持ちの資金があり、褐色を行っていた。当時の税金の一部を積み立てていた。地方の有力者の献金があった。また、地方のエリート少年が、 役場に入り、庄屋の見習いになり、その後幹部役人になれるシステムができていた。やべて長の会所は高いところに水を送る技術として、腐ったトイが水を上にはねるのを応用した。逆サイフォンシステムという、水路を一武器にしたが失敗したので全部を一死とした。水漏れを防ぐために、独特の処方で漆喰を作った。 完成の日、やべて長の会所代表で最高責任者であった、総称屋の布田は、死を覚悟して、橋の上に正座したという。田尻左編、造位所見伝造補番上を特使に造位年表 P42、石井清樹、マンパワーによってできた通順教2008、in、非語学講座、2P24 熊本日日新聞社、熊本、石井清樹、 マンパワーによってできた通順教 2008P28 イン、非語学講座2熊本日日新聞社、熊本。吉村富夫、法歴の改革その強敵、意義2006イン、非語学講座熊本日日新聞社、熊本。ありがとうございます。